由子、技術部開発課所属です。新製品の起案やお客様からの問い合わせの対応などをしております。ユーザー様へのヒアリングや他社品の調査などを通して新製品の構想を練ります。樹脂の選定や製品の形などを検討して製品を起案をしております。ライフサイエンス系の知識だけではなく、成形の知識だったり、成形する時の機械、あとはパッケージの時の機械や、あとは営業的な値段の付け方など知らないことをいろんな人に学びながら仕事をしているので、知らないことがたくさんあるということが難しいなと思っております。これからやりたいことは、ライフサイエンス系の実験も日々進化していますので、最新の情報などを知識として得ながら、ユーザー様への実験の手助けになるような新しい製品を作っていきたいと思っております。勉強だけではなく、いろいろな人とのつながりを持つことで考えが広がると思っております。ですので、勉学だけではなく、いろいろな人との交流を深めていっていただきたいなと思っております。 OEM 営業部に所属しております加藤直と申します。私は OEM 営業部で働いてまして、 OEM っていうのは簡単に申しますと、特注品を作るような部署になっております。お客様からこういったものを作りたいというふうなご要望をちょっといただいて、それに一緒にちょっとお手伝いさせていただく部署になっております。実験用器具、使い捨てのプラスチック消耗品を作っております。お客様が使いやすいものを作りたいというふうなご要望がありまして、そういったもの、特注のチップですとか特注のチューブ、あとそれと付随した特注のプレートだとか、そういったも実験器具、プラスチックの消耗品みたいなものを作っております。お客様からまずどうしたらいいかというふうな、まず問い合わせだとかをいただきまして、それと一緒に考えていくっていうふうな内容になっております。お客様のご要望にお答えできるようなものを一緒に考えていったりだとか、最初にいただいた設計段階からお客様に出す商品の姿まで、その 最初から最後まで手掛ける部署となっております。設計で例えばこの部分をこれだけ短くしてほしいとかあるんですけども、やっぱりそれの根本的な見直し活としていったりとか、販売するにあたって利益が取れているだとか、そのあたりを考えていかないといけないので、それを一個一個成し遂げていくのが難しいなっていうふうな思ったところが、ちょっと自分の学生時代思ってたことよりは大変やなっていうふうに、お客様と一緒にものづくりを考えていくっていうことはすごく楽しいんですけども、やっぱりここはちょっとどうしても、形上難しい形だとか、ただこう一緒に考えてきて一つのものを一緒に作り上げた時、その時はすごく、嬉しいなっていうか、そのことがすごい楽しみとなっております。私自身営業部に所属しておりますが、まだまだちょっと技術的なちょっと知識を与えてないので、その辺りをちょっと会社で学びたいと思っております。そうすることによってお客様と話した時にご提案できる内容が増えてくるので、そういった部分を勉強していきたいと思っております。出してから大人になったじゃないですけど、こう自分でこう責任を持って一つのことを最後までやり遂げて、で自分でこうお金を稼ぐ、利益を得るっていうところに、すごい社会人として一員になれたっていうところが良かったなっていうふうに思ったところです。就職活動する時にやっぱりちょっとどうしても先の見えない苦しいものにはなるんですけども、自分が一個これは譲れないじゃないですけど、これが学びたいとか、これをしたい、最終的にどうなりたいっていう一つの心を持ってやっていければいいかなとは私は思います。水本奈々でレストラン課に、はい、所属しています。担当はホールを担当しています。お客様に料理を運んだり、ドリンク作ったりとか、料理の説明などもしています。すごい苦労しました聞いたことない名前が結構多かったので、覚えるまで結構時間がかかりました。厳しさは水槽の方もありまして、なのでそれの水槽掃除も大変ですし、野菜や魚や全ての勉強をしているのも大変なんですけど、やっぱり来たお客さんに美味しかったよとか、また来るねって言ってもらえたら嬉しいので、それを言ってもらえるだけで頑張れます。レストランで初めて見るものが結構多いので、もう常に勉強という感じで、はい。
からソムリエ試験を今年受けるんですけど、それを頑張りたいと思っております。